地図許可大橋は、大韓民国南部、巨済島と加徳島橋と、海底トンネルで結ぶ全長 8.2km の自動車専用道路である。2010年12月13日開通。許可大橋は、全長 8.2km、4車線の自動車専用道路である。巨済島と加徳島の間には、イノシシ島と中竹島という小島があり、許可大橋はこれらを通過している。 主な構造物は2本のシャバリ橋と海底トンネルである。巨彩島とイノシシ島の間は全長 1.65km のシャバリ橋で結び、イノシシ島と中竹島の間は全長 1.87km のシャバリ橋で結んでいる。そして、中竹島と大竹島を連結するように造成した埋め立て地から加徳島までが全長 3.2km の海底トンネルとなっている。 海底トンネルは韓国初のチンマイトンネルである。費用の面では海底トンネルよりも橋梁が有利であったが、国防上の理由から海底トンネルが選択された。トンネルの名称は家徳海底トンネル。巨彩島は釜山港域市の南西海上にあり、面積約400平方キロメートル。チェジュ島に次韓国で2番目に大きい島である。 複雑な海岸線に囲まれた島内には二つの巨大造船所と多数の漁港があり、主な産業は造船業と漁業である。造船業の流星により島内の人口は20万人を超えて伸び続けており、韓国でも富裕な地域の一つに数えられる。巨彩島と韓国本土の間を自動車で行き来できるようになったのは1971年のことである。この年の4月、 島と、片城半島の間にあるみの両海峡をまたぐ、巨彩大橋が開通した。その後、巨彩大橋の交通量の増加を受けて、北側に新巨彩大橋が建設され、1999年5月に、竣工した。しかしながら、巨彩島と、韓国南部の大都市である富山の中心部との間を、自動車で行き来するには、東映市を経由するように大回りしなければならないため、 1> 約1 4 0トルの道のりと約3時間を要していた。この道のり、時間距離を大幅に短縮するために建設されたのが許可大橋である。事業は BTO 方式により民間企業が施行した。公費は2兆3000億ウォン。後期は2003年から2010年までの足掛け8年間で、竣工後、所有権を政府に移転した。 2011年から2050年までの40年間、政府から運営権を付与された GK 海上道路株式会社が通行料を徴収する。2010年12月13日、リ明キヒロ大統領出席の元開通式が挙行され、翌日から月末まで一般車両に無料開放された。その後、2011年1月1日から通行料の徴収が開始された。 通行量は1万ウォンである。開通の結果、巨彩島と富山中心部の間の道のりは約 60km、時間距離は約50分に短縮された。巨彩島と富山を許可大橋経由で結ぶバス路線が開設され、巨彩島と富山の間を1日あたり24往復運行していた高速線航路は廃止に追い込まれた。 abcdefghijklmn 大島田よしあきほか、韓国、許可大橋開通による地域の変貌 http コロンスラッシュスラッシュ www.gklink.com スラッシュインォスラッシュインフォレイサン,ン php ありがとうございます。